皆さん、こんにちは。今回は視聴者の皆様にお知らせがあります。重要なお知らせと私の気持ちを伝えていますので、最後まで見てください。2023年10月1日でイービルヘビメタルチャンネルを開設してちょうど1年半が経ちます。もうすぐでチャンネル登録者数が8000人と1万人間近ということで、いつも動画を見てくださっている方、コメントや高評価をくださる方、本当にありがとうございます。私はハードロックとヘビメタルが本当に大好きで、一人でも多くの人にメタルの素晴らしさを伝えたい、その気持ち一心で動画を作ってきました。ですが、原稿作成、動画の編集、サムネイル作成など、一つの動画を作るのに約8時間かかります。やはり YouTube で動画を投稿している以上、再生回数が取れたら嬉しいですし、より多くの人に見てもらうことに意味があると思っています。再生回数が低いと、どうしてだろう、サムネイルが弱かったかな、内容が薄かったかな、などいろいろ考えたりもしますし、落ち込みます。一時期はもうチャンネルをやめようかな、自分一人でやったところで限界があるよなと思う時もありました。そんな時に、いつも動画を楽しみにしています。イービルさんの動画でこのバンドをもっと好きになりました、などのコメントをもらうたびに、やっぱりやめるわけにはいかない、私にはヘビメタルしかないんだと思い、頑張る気持ちになれました。そこでメタルヘッズの皆様にお願いがあるのですが、10月1日よりメンバーシップを開設することに決めました。イービルメタルチャンネルを応援していただける方、力になってくださる方がいましたら、月額制ではありますが、ぜひ加入していただけると嬉しいです。10月1日以降は毎週火曜日と金曜日、メンバーシップ限定の動画は不定期ではありますが、日曜日に投稿できればなと思っています。メンバーシップの加入に関しましては、この動画が投稿されている10月1日より加入できます。メンバーシップに加入された方は、限定動画の視聴、メンバー用バッジ、絵文字が使えるようになります。その他の特典や絵文字に関しては今後更新していきます。こんな動画を作ってほしいなどのリクエストなどもあれば、限定動画にて投稿していきたいなと考えています。これからもヘビメタルという音楽を伝えていきたいですし、これからもこのチャンネルを続けていくためにも、多くの人に見てもらえるような動画を自分なりに考えて作っていきたいと思いますし、メタルヘッズの皆様にも協力していただけるとより励みになります。話は長くなりましたが、私にはヘビメタルしかないですし、 YouTube をやめようかなと思う時や、モチベーションが下がっていた時期もありましたが、これからは全力で頑張っていきたいと思います。このチャンネルが自分の居場所であれるように、そして皆さんの居場所にもなれるように、これからも頑張っていきますので、応援のほどよろしくお願いします。それでは皆さん、良いメタルライフを。